やっぱり帰るのか。ああ、今まで畑をほったらかしにしてたからな。みんなでここにいてはくれないのか。あんちゃん。いや、もうあんちゃんなんて呼べないな。今まで通りあんちゃんでいい。ありがとう。できることならあんちゃんと一緒にいてんだが、俺らはあの村で生まれ、あの村で育ってきた。そして死ぬ時も。そうだったな。許されるなら。そうしたかった。あんちゃん。なに、いつでもいいから遊びに来いって。ああ、待ってるでな。今度、酒持って遊びに来る。うん。ありがとう。元気でな。達者でな。ああ、みんなも元気で。エルル、これを。これってエルルにあげる。でもこれ、ソポグ姉さんが大切にしてた。いいなよ。これからはエルルが大切にしてくれれば。祖国姉さん。アルル、おかしなもの食べてお腹を壊さないようにね。うん。ちゃんとお姉ちゃんと白オロの言うことを聞くんだよ。うん。それじゃあ二人とも元気でやるんだよ。みんなが帰っていく。寂しくなるな。はい。さて、どうするかな。よいしょっと。これはここに置いてと。これ。うん、それは向こうの棚にお願いね。うん。これがエルルたちの新しい部屋か。だいぶ片付いたみたいだな。もしかしてここにある道具を。お願いして運んでもらったんです。こっちの方が使い慣れてますし、それにおばあちゃんのだから。そうか。何か手伝うことはあるか。いえ、もう終わりですし。そうだ、すぐにお茶にしますから、ちょっと待っててください。いや、邪魔をするのも悪いからな。本当にすぐですから。デスクルさん、あの子たちは元気にやってます。脅かさないでくれ。どうしたアルル。行こう。
アルル？ほら、アルル、どこ行く気？お父さんと遊び行く。何言ってるの？まだやることがいっぱいあるんだから。いっぱいあるのか。それじゃあ私も手伝おうか。失礼します。御神屋向かいより使者を名乗る方が参られまして、白鸚楼にお目通り願いたいとのことです。いかがいたしましょうか。御神屋向かいとは何だ。もう来たのですか。さすが調停者を自負するだけあって素早い。調停者、いかがなさいますか。いかがも何も説明してもらわないとわからん。その御神屋向かいやら調停者とは何のことだ。ああ、そうでしたね。御神屋向かいは御神屋竜族の滑る始まりの国とも言われる最古の国。いえ、国というよりウィツァルネミティアの総本山といった方がいいでしょう。ウィツァルネミティア、変なことを聞いてもいえ、ウィツァルネミティアとは我らが御神の名であり、その教えそのものを指したりもします。ウィツァルネミティアは私たちの生活に根強く浸透しており、アッカ、コポル、ハシェク、ハハラ、あらゆる儀がウィツァルネミティアの名のもとで行われます。つまり私たちは生まれながらにウィツァルネミティアの信徒と言ってもいいでしょう。話を戻します。その総本山である御神屋向かいは、国や部族間の仲介や災いを防ぐことを自らの役目としています。そのために各地を見張り、必要とあらば干渉してくるのです。今回の来訪もここの情勢と新しい往路を見定めるためのものでしょう。それで調停者ということか。以前は御神屋向かいの干渉を拒絶していました。そのため社を建てることも、御神屋向かいからヨモルを招くこともできませんでした。会うだけ会ってみた方がいいというわけか。それでは客人を通してくれ。私もすぐに向かう。はい。あの、お茶を持ってきました。すまない、客人が来たので後でいただくよ。ご出座。お初にお目にかかります、白鸚楼。この度オルヤンクルから施設の命を授かり参りました、ウルトリーと申します。どうかお見知りおきのほどよろしくお願いいたします。
同じくムントにございます。遠いところご足労申し上げる。進化のベナウィーにございます。ウルトリー王女のお越し、恐悦至極にございます。王女、どうか堅苦しい挨拶は抜きにして遠慮なくおくつろぎ願いたい。お気遣い痛み入ります。どういうことだ。エナニーは視察のようなことを言っていたが、まさかそれに王女が来るものなのか。しかもこんな辺境の小国に。それで王女ともあろうお方が我が国にはどういったご用件で参ったのか。友好。友好？はい、私どもは御国との友好を望んでいます。そのためにあなた方を理解したく参りました。そして私どもを理解していただくことを望んでおります。友好か。その真意はまだ読めないが、この感じとても上辺だけのものとは思えない。にしてもこの女性の存在感、王女とはこれほどのものなのか。失礼します。あの、ソチャですが、よろしければ。ソチャでございますか。え、どうやら我々は歓迎されていないようですな。残念です。では私どもはこれにて失礼させていただきます。これはなかなかのお手前。思い違いをしておりました。このような場でへりくだるとはお人が悪い。かわいい女官さんですね。彼女は女官ではなく私の家族です。まあ申し訳ありません。私てっきり皇后様でいらっしゃいましたか。そんな。いえ、私は独り身です。この子は妹みたいなものですが。よろしければしばらくここに。樹立して間もない辺境の国、何もない田舎ですが、精一杯のもてなしをしましょう。はい、かたじけのうございます。ですが慎んでご好意をお受けいたします。しばらくの間ご迷惑をおかけします。姫様。ではすぐに部屋を手配させますので、そこを自由に使ってください。何から何まで感謝いたします。そうだ、エルル。はい。
私は今日中に仕上げなければならないことがある。代わりにお二方を案内差し上げてくれ。でも私作法とかそんなの全然わからなくて、さっきだってそれで。メノイ、お前は護衛を頼む。はさて、今日はどうするかな。さて、祭りごとの残りを片付けないと。なんだこの音。女の子が私の寝床で丸くなってる。って誰だこの子。ま、実際に美しいかは、寝顔で緩み切ってよだれなんか垂らしてる状態では疑問なのだが、あるルート一つか二つくらい年上といったとこか。そして背中には黒湯花雲のような漆黒の翼。翼？翼というと、確かさっきの狼槍族。しかし、なぜ私の部屋に。くぅ、しっぴ。ずいぶんと気持ちよさそうに寝てるところ悪いが、起こして聞いてみた方がいいな。くぅ、しっぴょ。起きないか。おーい、起きてくれ。もうちょっと、お姉様、もうちょっとだけ。いや、私はお姉様では。あらら、丸まってしまった。もしもし。あともうちょっと。だから、ちょっとではなくて。おはよう。おはよう。あれ？お姉様、なんで男の人になってるの？私はそのお姉様とかではないんだが。
しかして見えてたりして？変な子だな。何を当たり前のこと言ってるんだ。なんだ。何が当たり前のこと言ってるんだ。待てよ、お姉様ってもしかしてウルトリー殿の妹君か？違うよ。神はお姉様の妹とかそんなんじゃ。神？君は神というのか？それでその妹君が私の部屋で何をって寝ていたんだよな。姉君と一緒でなくていいのかい？それはそのバレたら大変ってことは、もしかして姉君に黙ってついてきたとか？そんなことないよ。ちゃんと一緒に来たのよ。ま、それもそうだな。そうだよ。で、やっぱりウルトリー殿の妹君か。よくここまで入り込めたな。この金利は一番守りが厳重なんだが。ちょっと影に潜り込んで。金利？ん？ここもしかして金利なの？もしかしなくても金利だが。様ってここのオーロ様？おじ、まあ一応そうなってるが。
何って、うちで飼ってるムックだ。飼ってるって？どうした、エルリン？それがウルトリー様が急な話があるとかで。急な話？もし、お忙しいところを申し訳ありません。まさかとは思うのですが、そちらに銀色の髪をした女の子が邪魔してはいないでしょうか。先ほどここで感じるはずのない、とてもよく知った波動を感じたものですから。銀色の髪、またつづらの中に潜り込んでる。しかもボロボロになってあちこちに開いた穴からにょっきりと翼が飛び出てる。空飛ぶつづらだな、まるで。失礼いたします。カーミュ、出てらっしゃい。カーミュ、どうしてあなたがここにいるのですか？してなさいとあれほど言いましたのに。だってお姉様ばっか外に出てずるい。私は狼や向かいの使者として赴いているのですよ。遊びに来ているのではありません。ではありません。そしてそれはすべて
監督不行き届きであるこの私の責任です。どのような処罰も私が負いますゆえ、どうかこの子には寛大なお心を。ダメだよ、そんなの。処罰と言われてもな。あの、心配するな、分かってる。事情は大体分かったから頭を上げてほしい。こちらとしてはこんなことでとやかく言うつもりはない。その子も客人として歓迎させてもらえないか。神、お礼を。ありがとうございます。オーラの寛大なお心に感謝いたします。ですが、このまま甘やかしては他のものに示しがつきません。そんなことないよ。つくつくつくってば。ねえ、疲れた。ムント、遠慮はいりません。ここにいる間この子をみっちりしごいてあげてください。はい、そのように。さあ、姫様、参りましょう。やだやだ、あんな退屈なの。お姉様、それでは、私たちはこれで。さすがは御神山会の姫君、うまいな。